さあこちらのコースやっていきましょう。デモンズ、あ、デジモンかと思ったんだけど、最初デジモンのコースなのかなと思ってちょっとねワクワクしながらやったらデモンズコースターやった。なんだろうデモンズコースターって、英語はよくわからんからあれだけども、これはそのまま全自動とかそういう感じなのか。あ、ジャンプしなきゃいけないのね。なるほど。で下に下がっていく。お、すごい。これなんかちょっと初めてだね。あー、こう取りたかった。やばい、怖い。丸、うおー、そこからジャンプ切ら。無限大な夢のワットの何もない世の中じゃ操作常識を。これもうちょっと動かさないでジャンプと押しただけでね、なてててれてれれれれれけど、あと何が押してくんなよお前、誰やねこいつ、やばい。でジャンプしていて、さあ中間ナイス、ゴールド缶、ゴールド缶じゃない、ゴールド缶だった、ちょっと間違えてしまった。さらにまた難しいなの、上に上がって、うおー、すげえ、これちょっと楽しいな。あー、下に行くやん。うわ、キノコライト死んじゃ危ない。で、そこから、下に下がっていきましょう。で、ジャンプ、ジャンプ、うまいじゃない、めっちゃうまいよ。おお、いや、出て、下、反射神経がすごい鍛えられる。よっしゃ、いいぞ。で、扉の中に入っていきましょう。そろそろゴールじゃない、まだあったのね。EX 右って書いてある。あー、ちょっと待って、オンオフのやつは開けたかったな。まあ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 、ラスト、最後、早くなってる。うわー、やべ、おー、左のやつ行ってみようぜ。なんだろう、この扉は。さて、え、こっち行くとゴールあったん。ここのゴール、あー、エクストラってそういうことか、おまけコースですよって。右難しいから挑戦してくださいみたいな感じね。はい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 、じゃあちょっと挑戦してみるか。これクリアしちゃうのがね、まずコロンだからね。こんなか、あー、なるほど、そこはさっき学習しろよ。ジャンプ、ジャンプで押さないからの上に行く、キャー、ジャンプ、ジャンプして、ここから上にアタックするからの、こんなのスピンジャンプか、はいはい、そして何すればいいの、この上来た、いいよ、めっちゃいい感じ、うおーうおー、 UFO キャッチャー、ヨッシーちゃん何せ Z か。はい、ここでジャンプできないのか、これ1個ダメージ食らうの大きいな。そこからの、はい、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプのヨッシーの来て、ここで Z、 はい、からのここは、あー、惜しい、ここから、お、いける、超ジャンプ、ちょっとジャンプして、このパウで土管の中に入っていく。これは最後ゴール、まだあったの、鬼畜すぎ、それは聞いてない。あー、なんだこれ、黄色のワンアップいっぱい、祭りだ祭りだ、どっちゃ騒ぎじゃ、ゴールありがとうございました。よしよしよ、なんかこれすっきりしたな、難しいのコースで騒ぎ。はい、やってきたよ、コロン君への挑戦状、おかしいってね、相当頭いってますね、この子。さあ、やっていきますか。まあ、ゆっくりと、あー、なるほどね。なんでそんなところに初見殺しを置いたのかなってね。すごいなー、またまたまた、やばいコースなんだけど、ハートハートハート、こう、メーヘラ臭が浮かび上がる。で、終わりじゃないの？え？ゴールが目の前にあるんだけど、行かないな。どっかに左側にある。お前、邪魔なんじゃ、なんでついてきたんだよ。じゃあここではないと、じゃあ左に行ってきましょう。左に登るところなんかある？あれ？ちょっと待って、はめられたか？はめられたらこれ完全にやられたわ。初心者が醸し出されるコースやな。これ全部ともう完全に積んだ感じ、ね、初めてのあれ作ったんでお手柔らかにお願いしますとか言って全然お手柔らかじゃない。むしろ喧嘩売られてるんだけど、まあ、死ぬか。この度数の上を登っていく感じで行きましょう。はい、いけないの、そもそものそこまで、あー、いける、よいしょ、スピンジャンプしてっているんだよな。うわ、めちゃめちゃ祀られてる。黄色の土管は入るなということをね。もう、あー、なんで知らない、カロンちゃん踏んでて、まずは赤い土管、あー、でもその前にこの上に行ける感じするぞ、助走つければ。こっか、あ、いけないのか、じゃもう一回調整して、ダメだったらちょっと行ってみましょうか。あー、ダメっぽいね。じゃあ土管の中に入っていこう。さて、ここの赤いどか怪しいか、お、いきなり初心者、あは、さすがにな、さすがにブラックパックはあるわな、こんな高度なスピードで初めて作ったやつには無理だろう。コロン、うん、って、またさらになんかあるね。
こっちに行ってみましょうか。コロンくん、はい、上がある。で、コロンくん、その上の文字を見て、なんでか、あ、大好きって書いてあるのね。好きをひらがなで書くってことは相当な年齢を感じる若さをね、感じますね。扉こっちでいいのかな。矢印通り入ると怪しい予感するよね。だいぶ結構作り込まれてるね。まあ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 、なんかよくわからん変なねこれダメだろっていうやつが全然入ってないから、普通に楽しんでやれる素晴らしいコース。まあ僕からしたら、まあちょっとね、楽しめるかな。ちょっと何より日本語がちょっとあやふやだけど、左行ってきましょうか。左は何も、さっきの黄色バレてるやつや。行かないといけないパターンなのかな。これワンチャン行けるんじゃないか。こっからくるって無理だよね。他にでもどこを行けばいいんだ。そうなると、こっち右でも行き止まりになってるよね。扉の、あぶねあぶねカロンがいたいね。ちょ、待って待って。そこから、じゃあ、この扉以外に行けるところを、こう、オフスイッチ。あ、上あるじゃん。なんか土管が入ってるぞ。さらにその奥がありそうな気がする。それってどっから行けばいいんだろう。左かな。左ちょっと行ってみます。ここの、一回か行くのもまた大変なんよね。ここのツタ登って、それの左側ってこと？行けるか？こっからこういう、あー、え、黄色のとかもう一個あるじゃん。じゃああれ初見殺しとかじゃないのか。これつららの上って乗れたり、あー、できるね。そしてじゃあ青いところの土管の左のさっきのこのこフェイントあったよね。だってここってこと違うよだよな。やっぱそうなるよな。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、ふざけんなよ。お、僕がなんかこれは真面目なコースですごくいいですねって言った僕がバカやったわ。ちょっと興奮して見つけてしまったものに興奮してちょっと戸惑ってるけども、よいしょ、スピーしてって、はいはいはい、こんなところに隠されてたのね。僕がちょっと期待して、もう返してほしいわ。真面目に健全だったわこの子って言ってた。どう見てもいけると思ったよ僕も。そこでじゃあある感じか。あー、で、オンオフスイッチで切り替えてきて、なるほどね。この土管の中に入っていくと、こっちね、こっちの方に行って、で、土管に入ってきるのもさすがにないよ、初見殺しとか。あー、大丈夫だった。もうね、人間不死になってしまう。土管の中に入っててクラッカーが鳴ってる、ね、これゴールの印。最後ワンプレイありがとうございました。まあ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 、楽しめたんでいいでしょう。さぎ、何してる、何してるの、それはダメだよっていう風に言ってるの僕に。あ、来よ、来てるよ、来てるよ。そっからの、あ、ゆっくり行こう、ゆっくり全部取っちゃう、もう全部取っちゃう、なんなら全部取っちゃって、プロペラ忘れ、記憶ね。あー、ポコポコなんだ。あー、ゴールがあるね。それはゴールがあるよ。こう上に行かせて、ね、頼むから上に行かせて、そして土管の中に入らせて。うわー、あー、ちょっとなんか回線切れてたっぽいわ。なんか録画取れなかった、おかしいなー、なんでなんだろう。いや、意味わかんねえわー。本当に引退する気でいたら勝ってたんだけどね、ぶっちゃけ。またそういうかけなきゃいけないの？ちょっとやめてよー、本当に。やだ、そういうのまんま勝つからいいんだけど、まあ、次ね、負けたら僕は引退しますよ、本当に。本当に、もうやめるから。あー、行くよ、あ、行くよ、はい、行くよ、あーもう何度もデジャブかよ。なんで一緒についてくんだ、マクリボー。ちょ、やめて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 、言わして。触らないで。ちょっと、ちょっと、これね、これね。いいかげん学んで。みんな、みんなでも死んでくれたらこれいけるんじゃない？ほい、いけ！ついてけ！よっしゃ！キノピコ！やっく！くっそ！あいつ早くない？うわぁ、キノピコ強すぎ！マジかよ、死なねえのかよ。あ、死んだぞ！あ、死んでない。ダメだ。ちょっといけそうな気がする、あいつ。あいつだけやられそう。ちょっと待って。本当に集中しよう。集中していけばやれるのに関わらず、このみんながいるからね、死んだ、逃げるなら死んでしまうよね。こっからジャンプしてっていく。はい、そこでこの上を取って、うわっ、危ない危ない、やめて、マジで危ない、マジでやめてから。あ、キノピコいなくね、中間、それで中間か。下には何、いけないのか、下にはいけないから右に行きましょうと、行きましょう、参りましょう、はい、グーッと。あー、これはね、こっちの中に入ってくる、これは今やった方がいいのか、絶対やるべきではないけど、まあ時間がご利用しでいけるかもしれないから、僕はどこに中に入ります。さて、戸惑ってるやつがいるぞ、下か。あれ、このステージやったことあるぞ、絶対これ見たことあるもん僕。あー、これ見た、絶対。あれ、見てないか。あー、見てなかったかもしれない。なんか下に行くコースあったよね。え、
どういうこと？謎なんだけど。さらに下に行くのか。あ、夢か。え、夢だったのか。わあ、目が覚めた。わあ、危ない夢。何今の怖い夢。何引退とかっていう。そんな正夢になりたくないからやめてよ。引退しないといけないって。あー、じゃあまあ宣言かけるか。ちょっと怖かったな今の夢は。やだー、そういうの怖い。まあでもじゃあいいよ、別にどうせかけるから。その引退でもね、僕はね全然いいんだけれども、まあ本当にそれでもいいかなってすごい思うよね。いや、ガチガチ、これはガチだからね。これガチでガチ。ああ、もう嘘です。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。